の入り口よね。はい、こっちが女湯で手前にあるのが男湯なんです。あ、なるほど、男女に分かれてるんだ。そりゃそうよね、着替えたりするわけだし。それじゃあ二人とも一旦ここでお別れだね。うん、また後でね。失礼します。極楽。温泉って初めて入ったけど想像以上に気持ちいいわね。ドロシーじゃないけどこりゃやみつきにもなるわ。ふふ、私もかなりやみつきです。小さな頃からおじいちゃんに連れてきてもらってましたから。そうなんだ。あれ、あそこの扉って何？あ、さっき言っていた露天風呂につながってるんです。とっても大きくて10人でも入れそうな感じです。へえ、そうなんだ。はあ、旅の疲れが体から溶け出る気がする。エステルさんたちって歩いて旅をしてるんですよね。なんで飛行船を使わないんですか？修行のためかな。あと父さんの言葉っていうのが大きかったのかもしんない。カシウスおじさんの？うん、父さんの教え子で知らねえってのがいるんだけど、父さんやっぱりその人に徒歩での旅を勧めたのよね。守るべき場所を自分の足で実際に歩いて確かめてみろってね。わあ、かっこいい。普段はおちゃらけてるけど決めるときは決めてたみたい。はあ、今頃どこをほっつき歩いてんだか。エステルさん。ごめんごめん、湿っぽくなっちゃったかな。ま、私たちも修行があるし心配ばかりもしてられないからね。今できるのは信じることくらいかな。信じること。はあ、どうかした？ううん、なんでもないです。あ、そうだ、私エステルさんに聞きたいことがあるんですけど。聞きたいこと？何何？何でも聞いていいわよ。そのエステルさんとヨシュアさんってもう結婚しているのかなって。ドキドキ。ごめん、聞き間違っちゃったみたい。私とヨシュアが何だって？ですからもう結婚してるのかなって。なんでそうなるわけ？だって苗字が同じだし兄弟にしては似てないから、てっきりそうなのかなって。に、似てないのは血がつながっていないから。苗字が同じなのはヨシュアが父さんの養子だから。あ、そうなんですか？ごめんなさい、ちょっと勘違いしちゃいました。とんだ勘違いだわ。そもそも私もヨシアもまだ16歳なんだから、結婚なんて全然先の話だってば。そうですよね。いくらお互いが好きでもそんなに早く結婚しませんよね。だから私とヨシアは恋人でも何でもないの。ただの家族よ、家族。そうなんですか。そうなんですかって。ティータちゃん、私とヨシアってそういう雰囲気に見える？
そういう雰囲気って だから、こう、恋人同士みたいな雰囲気よ。ラブラブとか、アツアツとか、イチャイチャとか、そういうの。ああ、そういう感じはしませんけど。でも、いつも一緒で自然な感じだし、お互いのことを分かり合ってるような感じだし。いや、それはまあ少しはそうかもしれないけど、それって家族とか親友でもありそうな雰囲気じゃない？だいたい私とヨシアってそんな雰囲気になったことすら。何を思い出してんのよ。っていうか、私今まであんな恥ずかしいことを平気で。おえ、エステルさん、お顔真っ赤ですけど。うわ、なんでもない、なんでもないから。いやー、それにしても温泉って本当に効くよね。血の巡りが良くなりすぎて頭がクラクラするっていうか。はあ。そういえば露天風呂があったんだっけ。のぼせてきちゃったし、私ちょっと行ってくるね。はい。そういえばエステルさん、露天風呂って混浴なんですけど。心臓がバクバクいってる。私この前からどうしちゃったんだろう。今までヨシアをそういう風に意識したことなんてなかったのに。えい、悩むのやめ。私のキャラじゃないし。はあ、いい気持ちいい。中のお風呂も良かったけど、外のはまた格別よね。広くて伸び伸びできるし。言っておくけど、泳いだりしたらダメだからね。ぎく、そんなことしないわよ。え？やあ、エステル、お先に入らせてもらってるよ。この格好だとさすがにちょっと照れるね。でも温泉って思った以上に効果があるね。傷にも良さそうだし、体の芯から疲れが取れそうだ。遊撃士家業にはぴったりかもしれないな。そのこういう状況で黙られると落ち着かないんですけど。ものすごい悲鳴がしたから何かと思って飛んできてみれば。まったく人騒がせな娘だね。すみません。いいかい、この露天風呂は混浴なんだ。脱衣場の張り紙にでっかく書いてあっただろう。要するに全く見てなかったんだね。第一、裸の一つや二つ見られたからって騒ぐんじゃないよ。女の肌ってのは見られて綺麗になるもんだからね。そうなの？そこ信じちゃダメ。っていうか、そもそも裸は見られてないもん。ま、それはともかく風呂くらい仲良くお入り。ここは本来家族で入れるように混浴にしてあるんだからね。それじゃあ私は行くよ。はあ、なんか思いっきり疲れた。それもこれも全部ヨシアのせいなんだから。なんで僕が。結局エステルが一人で大騒ぎしてただけじゃないか。
脱衣場の張り紙も見てないし、日頃の注意が足りない証拠だね。余計なお世話、本当にもう可愛くないんだから。ああそうですか、いいよ別に。君に可愛いと思われたって嬉しくもなんともないからね。あんですって。大体なんだよ、人を見るなり悲鳴を上げてそんな反応されるなんて夢にも思わなかったよ。あれはそのあまりにもタイミングが。別にヨシアと一緒が嫌ってわけじゃないからね。いいよ無理しないで、僕はもう上がるから二人でゆっくり入っていきなよ。無理してるなんて一言も言ってないでしょ、ヨシアのバカ。バカはどっちさ。ほらティータちゃんにも笑われちゃったじゃない。だからなんで僕が。ごめんね、みっともないところを見せて。ううん、笑ったりしてごめんなさい。ただ羨ましいなって思って。羨ましい？どうして。私兄弟がいないから喧嘩とかしたことないんです。おじいちゃんは優しいからあんまり叱られたことないし、お父さんとお母さんとはあんまり一緒にいられないから。ティータちゃんの二人とも動力技術者でずっと外国に行ってるんです。オーブメントの普及していないところで技術指導をしているみたいで、もう何年もザイスに戻ってきてないんです。そうだったんだ。それは寂しいね。そんなことないです、おじいちゃんがいてくれるから。中央工房の人たちもみんな親切でいい人ばかりだし。でもエステルさんたちを見ているとちょっと羨ましいなって。こういうのってないものねだりって言うんですよね。ティータちゃん、いいこと思いついちゃった。エステル、私がティータちゃんのお姉さんになってあげるわ。ちなみにヨシアはお兄さん。また突拍子もないことを。何よ、文句でもあるの。いや、エステルらしいと思ってね。僕も依存はないよ、ティータちゃんさえ良ければね。ありがとう、エステルさん、ヨシアさん。私なんだかすっごく嬉しいです。それじゃあ決定。そうそう、もうさん付けはなしね。代わりに私たちも呼び捨てにさせてもらうから。そうだね。あと博士と話すときみたいに気軽に喋ってくれると嬉しいな。さん付けはやめて気軽に。エステルお姉ちゃん、それとヨシワお兄ちゃん、これでいいかな。うん、バッチリ。改めてよろしくね。遅いよエステルちゃんたちってば。フルーツ牛乳飲みすぎてお腹タプタプになっちゃった。それじゃあマオバーさん、いろいろとお世話になりました。くつろいでもらえたようで何よりだよ。ティータも随分と楽しそうだったじゃないか。
そうかな。どうやら昨日のうちに随分仲良くなったみたいだね。そういえばメガネの娘の姿が見えないけど、あの子はどうしちまったんだい？なんかまだ寝てるみたいなのよね。いくら声をかけても起きないから失礼しちゃうことにしたわ。ドロシーさんが起きたらよろしく伝えておいてください。ああ、わかったよ。ティータ、ラッセルのやつによろしく伝えておいておくれ。研究ばっかりやってないで、規則正しい生活を心がけろってね。ふふ、伝えておくね。おばあちゃんもお元気で、今度また遊びに来るから。ああ、待ってるよ。あんたたちも機会があったらまたおいで。風呂だったらいつでも入ってくれていいからね。うん、絶対に寄らせてもらうね。料理も美味しかったですし、ぜひまた寄らせても。いやー、バッチリリフレッシュしちゃったわね。これもポンプの修理に付き合わせてもらったおかげだね。ティータには感謝しなくちゃな。そんな、私何もしてないよ。お姉ちゃんたちこそ昨日は本当にありがとう。私とっても楽しかった。そう言ってくれると嬉しいな。ま、ここはお相手ってことで。うん。さてと、それじゃあそろそろツァイスに戻ろうか。黒のオーブメントの解体も終わってる頃かもしれないし。あ、そっか、そんな話も残っていたわね。いやー、すっかり忘れてたわ。はあ、そんなことだろうと思った。エステルお姉ちゃんったら。記事用の写真を撮るためにまだ滞在するって言ってませんでした？あれ、そうだったっけ？まあいいや、私だけ仲間外れは嫌だし。ティーちゃんもいいよね。ティーちゃん？わ、私のことですか？何適当に略してんのよ。ティータちゃんってなんか呼びにくいんだもん。ダメかな？ううん、別にいいですよ。ありがとう、ティーちゃん。はあ、ほんとマイペースなんだから。ま、そういうことなら一緒にツァイスに戻りますか。そうこなく。それじゃあ改めて出発しようか。ちょうどよかったぜ。よ、お嬢さん方、ちょいと聞きたいんだが。わー、おっきな人。あ、クマさん。クマって、まあ
いか。別に怪しいもんじゃない。ちょいと道を聞きたいだけだ。エルモっていう温泉地がどこにあるのか知らないか。あ、それならちょうど私たちが来た方向だわ。ここから南に向かって道沿いに行けばありますよ。おお、そうか。不案内だったから助かったぜ。あれ、お前さんたち、なるほどな。こいつはひょっとしたら。僕たちがどうかしましたか？ああ、すまんな。大したことじゃないんだ。それじゃ、また。なんか、ひょうひょうとした人、東方風の服装だったけど、やっぱり外国から来たのか。サイス地方の東側には、カルバード共和国への玄関口にあたる、そこからやってきたのかもしれない。確かにキリカさんとかもそうね。それにしてもでっかい人だったよね。私びっくりしちゃった。本当にクマさんみたいな人でした。でもあれはクマなんて生優しいもんじゃない。かなりの武術の腕と見たわね。わかるの、お姉ちゃん。ま、私も武術家の端くれだ。大きいだけじゃなくて鍛え抜かれた体をしてたわ。そうだね。足の運び方も無駄がなかった。エステルの読み通り達人クラスかもしれん。あれ、どうしたの？気のせいかもしれないけど、なんか騒がしいような気が。気のせいじゃない。遠くからざわめきが聞こえる。中央工房の方からだ。え？ほい？どういうこと？わからないけど、行ってみた方が良さそう。無事で何よりだ。よし、これで全部かね。はい、常勤の方は。工房長さん。おお、君たちはエルモから戻ってきたのか。一体何の騒ぎなの？どうやら建物内部で何かのガスが発生したらしい。地下から5階まで煙まみれだ。まさか火事ですか？消火装置が作動してないからその心配はなさそうだ。だがなぜ煙が出ているのか全く見当がつかなくてね。あの工房長さん、おじいちゃんはどこですか？おや、そのあたりに。ヘイゼル君、確認したんじゃないのかね？そう、職員は全員確認しましたが、ラッセル博士の退去はまだ。なんだって？まだ中に残っているのか。工房長さん、ここは私たちに任せ。僕たちが様子を見てきます。すまない。私も行く。え、ティータ君、中央工房のことならいろいろと知っているから、お姉ちゃんたちをちゃんと案内するから。ティータ、わかった、一緒に来て。ただし危なくなったらすぐに戻ってもらうからね。私もついていっちゃダメ。すみません、遠慮してください。あう、即答。でも仕方ないか。くれぐれも気をつけてね。博士がいるとしたら多分3階の工作室だろう。まずはそちらを確認してくれ。うん、
了解。それじゃあ行ってきます。うわ、これは確かに煙っぽいわね。あれ、でもあんまり息苦しくないような。このモヤは多分かくらん用の煙幕だと思う。フロアのどこかに発煙筒が落ちているはずだ。え、どうしてそんなものが。それはわからないけど、発煙筒を止めさえすればモヤはすぐに消えると思う。わかった、見つけ次第止めるとして。ラッセル博士はやっぱり3階の工作室にいるの。おじいちゃん、研究に熱中すると周りが見えなくなっちゃうから。とにかく3階に行ってみよう。あれ、自動ドア動力が通じて。うん、じゃあ誰かがエレベーターを使って。誰かがって、もしかしてラッセル博士。いや、それにしてはすぐに降りてこないのは。いずれにせよ上に行くには非常階段を使うしかなさそうだ。そうだけど、黒のオーブメントも見当たらない。これはひょっとしたら。ここにいやがったか。アガット、どうしてこんなところに。そいつはこっちのセリフだぜ。騒ぎを聞いてきてみりゃ、またお前らに先を越されるとはな。半人前のくせにあちこち首突っ込みすぎなんだよ。この相変わらず腹立つわね。あの、お姉ちゃんたちの知り合い？アガットさんって言ってね、ギルドの先輩ブレーサーなんだ。おい、ちょっと待て。どうしてガキがこんなところにいやがる？ちょっと何女の子を脅かしてんの。言いたいことは山ほどあるが、後回しにしといてやる。それで一体どうなってるんだ。はい、実は。発煙筒といい、ヤバい匂いがプンプンするぜ。時間が欲しい。とっととその博士を探し出そう。うん、了解です。おじいちゃん、さっき言った発煙筒だ。ちょっと貸してみて。うわ、モヤがなくなったわ。すごい。へえ、妙な特技。これと同じ発煙筒が他にもあると思います。
見つけ次第解体しましょう。待たせたな。最後の目標を確保した。よし、それでは脱出するぞ。用意はできてるだろうな。今の声は？急ぐぞ、エレベーターの方だ。いた。てめえらは。おじいちゃん。アガットクロスな。面倒な。ここはやり過ごすぞ。待ちなさいよ。逃がすか、ほら。くそ、もう一歩だったのに。どうしておじいちゃんを。とにかく非常階段で下に降り、このまま中央工房から脱出する。ああ、逃げるとしたら町かトンネル道のどちらかだ。急ぐぞガキども。言われなくても。
ているのに、どういうつもりなんだろう。どうでもいい、急ぐぞ。無事だったかね。軍の人間が出てきたから何があったのかと思ったよ。軍の人間だと。ちょっと待って、黒ずくめの連中じゃないの。なんだねそれは。青と白の軍服を着た礼儀正しい軍人たちだったが、エアレッテンの関所から駆けつけてくれたそうじゃないか。あの軍服は確か女王様の親衛隊だね。写真に撮っちゃった。親衛隊って、あのルーアンで市長を連行していった人たちだね。でもどうしてこんなところに。あのその人たち、おじいちゃんを運んでいませんでしたか。ラッセル博士を。いや大きな荷物は運んでいたが。間違いない、エレベーターの中で軍服に着替えやがったのか。くそ、舐めた真似しやがって。ちょっと待った、それは一体どういう。詳細は後ほどお話しします。その軍人たちはどちらに去っていきましたか。用があるとかで町の方に降りていったが。追いかけるぞ。絶対逃がすもんですか。詳細は分かりました。それにしても大変なことが起こりましたわね。これは劣気としたテロ事件と言えるでしょう。テロ事件、なんということだ。発煙筒による撹乱と王国随一の頭脳の誘拐、さらに最新技術の塊である演算オーブメントの強奪、許されざるべき所業ですわ。それで王国軍の方はどういう方針で動くんだ。すでにエアレッテン、ボルフトリデ、ソルダート軍用路、セントハイム門に検問を敷いています。族がツァイス地方から逃げることは不可能でしょう。へえ、ずいぶん手際がいいわね。有事に迅速に対応するのが我々情報部の役目ですから。一つ伺いたいんですが、例の男たちが親衛隊に変装していたことをどう思われますか。そうですわね、由々しき事態と言えるでしょう。というわけでドロシー・ハイアットさん。私のことですか。逃走する賊どもの姿をカメラに収めたそうですね。その時の観光クォーツを我々に預けていただきたいのです。でもせっかくのスクープなんですけど。身内をかばうわけではありませんが、王室親衛隊は王国軍の誇りです。彼らの、ひいては女王陛下の名誉を守るためにも、詳しいことがわかるまで報道はどうか控えていただきたい。非公式ではありますが、これは王国軍全体の意向ですわ。仕方ありませんね。詳しいことが分かったらちゃんと返してくださいよ。ご協力感謝します。それと申し訳ないのですが、ブレーサーの方々には。そいつはできねえな。あの黒装束の連中はずいぶん前から俺が追っている。軍のメンツもあるんだろうが、ここで引くわけにはいかねえよ。仕方ありませんわね。ただし何か分かったら
必ずレイストン要塞の情報部に報告してくれるようお願いします。わかった。あんたらも何かわかったらサイス支部に連絡してくれ。了解しました。それでは私たちはこれで。なんだか緊張しちゃった。あの人リシャール大佐の副官をやってる女の人よね。うん、大佐の代理として調査に来たみたいだね。どうも軍人は肌に合わねえな。まあいい、とりあえず犯人どもはサイス地方のギルドで報告したらすぐに町の外の捜索を始めるぞ。うん、何よ、今度は私たちについてくんなとか言わないわけ。ああ、お前らもそこそこ使えそうだ。俺の助手でよければ使ってやる。相変わらず偉そうね。まあいっか、もう慣れちゃった。よろしくお願いします。ああ、気を抜くんじゃねえぞ工房長。それじゃ俺たちは行くぜ。ああ、よろしく頼む。どうかこの通りだ、博士を救い出してほしい。私も編集部に問い合わせて何か情報はないか調べだから、ティーちゃん元気出してね。あ、
ルちゃんたちが必ずおじいちゃんを助けてくれるから。それじゃまたね。ティータ、そんな顔しないで。博士は絶対に無事だから。ああ、王国一の天才学者が傷つけられたりするはずがないさ。お姉ちゃん、うん、そうだね。何しかめっ面してんの？なんでもねえ。時間が欲しい。とっととギルドに行くぞ。いいところに戻ってきたわね。あれ、あなたは。おや、エステルさん、ヨシュアさん、お久しぶりです。お元気でしたか？アルバ教授じゃない、サイスに来てたんだ。何、護衛を頼みに来たの？それどころじゃない。犯人たちの行方が分かったわ。この人はその目撃者。なんだと？やっぱりただごとじゃなかったんですね。いやはや通報に来てよかった。実は私、ついさっきまで塔の調査をしてたんですよ。塔っていうと例のシリンの塔の一つね。平原道の北にあるグレンの塔だな。ええ、そしたら軍人が数名。最初は王国軍の調査でもあるのかと思った。影から様子を伺っていると、誘拐だの逃走ルートだの気になってしまったので、こちらに通報に来たわけなんです。その軍人たち、どんな軍服を着ていましたか？青と白を基調にした華麗な軍服を着ていましたが、さすが女王陛下の国、軍人までも洒落ていますね。決まりだな。グレンの塔に急ぐぞ。うん、わかりました。あの、お姉ちゃんたち、私も連れてって。ティータ、それは。こら、ちびすけ。おえ、あのな、連れて行けるわけねえだろうが。常識で考えるよ、常識で。でもおじいちゃんがさらわれたのに、私時間がねえから、はっきり言っておくぞ。足でまといだ。ついてくんな。ちょっと少しは言い方ってもんが。黙ってろ。てめえだって分かってるはずだ。素人の、しかもガキの面倒を見てる余裕なんざねえんだよ。それはねえヨシュア、何か言ってよ。残念だけど僕も反対だ。あの抜け目ない連中が追撃を予想してないわけがない。そんな危険な場所にティータを連れていくわけにはいかないよ。いけないみたい。エステルお姉ちゃん、ひどいよ。ティータ、待った。エステル、今はそっとしておこう。一刻も早く博士を助けて彼女を安心させてあげるんだ。分かった。ったく余計な時間を取らせやがって。キリカ、軍への連絡は任せたぞ。ええ、そちらもブーンも。どうやら大変なことが起こっているようですね。くれぐれもお気をつけて。こっちで何かあったら、あなたたちは早くどうやら大変なことが、くれぐれも起きよ。
お疲れ様。何か依頼を達成したら。戦闘終了。先に進もう。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。笑って出直してきた。
相手は悪かったな。Thank you.
戦闘終了。ここがグレンの塔、博士とあの連中、本当にここにいるのかな。間違いない、複数の足跡が入り乱れている。確かに隠れ家としてはうってつけかもし。二人とも今日こいつらやっぱりビンゴだったか。戦闘終了。先に。なんであの魔獣たちがここに？あ、もしかして。黒装束の連中と関係が？ああ、間違いねえ。おそらく連中に訓練された戦闘犬ってとこだろうな。戦闘犬？俺は奴らを調べ始めてから何度もあの魔獣の襲撃を受けた。無関係であるはずがねえ。そうだったんだ。ってことは峠の関所が魔獣に襲われたのはあんたがいたからってわけ？ま、結果的にはな。そもそも奴らの調査を俺に押し付けたのはこっちだっていい迷惑。それを言われると。そういえばジャンさんがそんなことを言ってましたね。どういう経緯で頼まれたんですか？例の空賊事件が起こる少し前にふらりと現れて押し付けやがったんだ。なんでも外せない用事ができたとか抜かしやがってな。まったくとぼけたおっさんだぜ。そうだったんだ。もっとも今となっちゃ誰にも譲るつもりはねえがな。特にあの野郎だけは絶対この手で捕まえてやる。あの野郎？なんでもねえよ。とっとと連中を捕まえてあの爺さんを救出するぞ。
追い詰めたぜ。遊撃士ども、なんという連中だ。ここまで鼻が利くとは。変装して町から脱出するなんて芸の細かいことするじゃない。でも詰めが甘かったみたいね。誰も来ない遺跡だと思って油断したのが運の尽きですね。素直にラッセル博士を解放してもらいましょうか。遊撃士協会規約に基づき、てめえらを逮捕、拘束する。あの透かした仮面野郎が見当たらないのは残念だが、はてめえらで我慢してやるよ。ふざけるな。邪魔者は排除するのみ。遊撃士ども、だが人質がいるのは忘れたか。あんたたち往生際が悪すぎるわよ。
あなたたちの目的はラッセル博士の頭脳でしょ。危害を加えてもいいんですか？うるさい。本当に傷つけられないか試してやってもいいのだぞ。うぜえな。いい加減諦めろ。王国軍だって動いている。てめえらに逃げ場はねえんだよ。何がおかしい？いや何、おめでたい連中だと思ってな。それにそろそろ時間だ。何？エッセル、危ない。分かってる。やっぱり飛行艇。くそ、ここまで大掛かりな組織だったのか。形勢逆転だな。ここで皆殺しにしてもいいが、遊撃士協会を敵に回すつもりはない。そこで黙って見ていれば命だけは助けてやってもいいぞ。この言わせておけば。エステル、ここは彼らの言う通りにしよう。え、従うふりをして隙をうかがえ、小さを運び込もうとする瞬間、そのタイミングで一気に突入する。了解。どうやら諦めたようだな。賢明な判断というものだ。では失礼させてもらうぞ。暇だ。ダメ！何？子供？ティータ？しまった、ついてきてしまったのか。おじいちゃんを返して。返してくれなかったらコーナーだから。ガキが調子に乗るんじゃない。まずい。ピーター、ジー、アガット、アガットさん。おい、子供を撃とうとする奴がいるか。しかもそいつはテスト用の。すまん、船が落とされると思って。まあいい、このまま撤収するぞ。待ちなさいよ。サイスに戻ろう。あの飛行艇のことをギルドに報告しなくちゃ。うん、ティータ、辛いとは思うけど。なんで、どうしておじいちゃんがひどいよ。どうして。おいチビ、言ったはずだぜ、足手まといはついてくんなって。お前が邪魔したおかげでじいさんを助けるタイミングを逃した。この責任どう取るつもりだ。私そんなつもりじゃ。おまけに下手な脅しかまして命を危険にさらしやがって。俺はな、お前みたいに力もないくせに出しゃばるガキがこの世で一番ムカつくんだよ。ちょっとどうしてそんなひどいこと言うの。ただでさえおじいちゃんがさらわれたばかりだっていうのに。
だから言ってるんだ。おい、チビ。泣いたままでいいから聞け。お前、このままでいいのか？じいさんのことを助けないで。このまま諦めちまっていいのか？だったらふぬけてないでシャキッとしろ。泣いてもいい、わめいてもいいから、まずは自分の足で立ち上がれ。てめえの面倒も見られねえやつが人助けなんざできるわけねえだろ。それができないんだったら二度と俺たちの邪魔をするな。子供らしくベッドで毛布かぶってメソメソ泣いていやがれ。俺としてはその方がよっぽど助かるけどな。ティータ、大丈夫だよお姉ちゃん。私一人で立てるから。やればできるじゃねえか。本当に私のせいで。バカ、謝ることなんてないわよ。うん、ティータが無事でよかった。ありがとう。なんだ、文句なら受け付けねえぞ。ありがとうございます。危ない。それから励ましたわけじゃねえ。メソメソしてるガキにカツを入れてやっただけだ。そうですね。だから泣いてたくせになんでそこで笑うんだよ。調子の狂うガキだな。あんたね、お礼くらい素直に受け取りなさいよ。ほんとひねくれてるんだから。いや、アガットさん単に照れてるだけじゃないかな。あ、なるほど、可愛いとこあるじゃない。そこ、うるせえぞ。まあいい、とりあえず速攻でギルドに戻るぞ。どうやら連中の背後にかなりの大物がいるのは間違いない。気は進まねえが、軍と協力する必要もあるだろう。うん、そうね。急いだ方が良さそうですね。
擦り傷だ。大したことはね。でも私のせいで。あのな、このくらいの傷なんざ日常茶飯事なんだよ。うだうだ言ってないで、とっととツァイスに戻るぞ。
さんたちは。あれ、エルモの帰りに会ったあの時は道案内してくれてありがとうよ。しかしまた街道で会うとはなかなか縁があるじゃないかそうかもね。そういえばおじさんもエルモで温泉に入ってたわけ？その通りだが、おじさんはやめてくれよ。おっと、そっちのあんちゃんはどうやら初対面のようだな。顔色が悪そうだが大丈夫かい？始めている。あの時の弾に何か押し込まれていたんだ。何かってまさか毒？間違いなさそうだな。瞳孔が拡大してるということは植物性の神経毒かもしれんぞ。その可能性が高いと思います。断言はできないけど、このままだと危険かもしれない。治療できる場所に運ばなきゃ。いた、この辺りで治療できる場所ってある？中央工房、教会に医務室があるの。だったらそこに案内してくれ。俺がその若いのを運ぼう。え、いいの？見ての通りこのガタイだ。重い荷物運びなら任せておきな。それにどうやら同業者のようだしな。同業者？もしかして自己紹介がまだだったな。ジン・バセック、共和国のギルドに所属している。よろしくな、リベールの遊撃士さんたち。とりあえず応急処置は施しておいたわ。ただかなり特殊な神経毒みたい。普通の解毒剤が効かないのよ。相当タフみたいだからなんとか持ちこたえてるけど、このまま昏睡状態が続けば命の危険もありえるかもしれない。そんなあ、ヨシュア。遅くなってごめん。キリカさんに報告してきたよ。軍にも通報してもらったから、何かあれば情報が入ると思う。そっか、ご苦労様。あれ、ジンさんはどうしたの？キリカさんと知り合いだったみたいでね。積もる話があるみたいだった。なるほど、二人とも東方出身。それで、そうか、危険な。残念だけど、私の知識では毒物の具体的な成分がわからないと解毒のしようがないわ。でも、ビクセン教区長なら、あるいは。あ、ビクセン教区長？あのね、ザイス教区の神父さんなの。必要教会には千年に及ぶ伝統医療の蓄積があるからね。特に薬学に関してはいろいろと学ぶところも多いのよ。ひょっとしたら未知の毒物の対症療法もご存知かもしれない。なるほど、ロレントの教区長さんもお薬の処方とかしてたもんね。頼んでみる価値はありそうだね。もう遅いけど、教会に行って相談してみようか。お前さんたちか。あ、ジンさん、
さっきはアガットを運んでくれてありがとね。お世話になりました。気にするな。これも同業者のよしみだぜ。それでアガットの容態はどう？それが、思った以上に危険な状態だな。教会の伝統医療か。今はそれにかけてみるしかな。うん、とにかくこうしてる間もアガットは苦しんでるんだし。では僕らは七王教会に急ぎます。ええ、じゃないか。こんな夜更けにどうしたのかね。あの教区長さん、アガットさんを助けてあげてください。どういうことかね。ディータ、落ち着きなさいってば。実は、まあそんなことが。これは困ったことになったな。やっぱり治すのは難しそうですか。いや、幸いなことに神経毒全般に効果のある薬が七王教会には伝わっておる。毒の成分を消すのではなく、患者の抵抗力を高め。シスターキエラ、確かあの薬。はい、ちょうど材料を切らしていて。原料、どういったもの？ゼムリアゴケという古代文明の名がついた発酵植物だ。この辺りではカルデア水道の途中にある鍾乳洞に生えておったはずだ。以前遊撃士協会に依頼して採取してもらったことがある。カルデア水道って、ザイスに来た時に通ったあのトンネル洞のことよね。なんだ、早速鍾乳洞に向かって。何、君、あのお姉ちゃんだ。なるほど。とりあえず鍾乳洞に行く前にギルドの受付に聞いてみると、以前採取してもらった時の記録が残っているかも。それでは失礼。何か聞いてきたのなら、はい。それで、教区、はい。ほう。確かに、ゼムリアゴケなら、以前教会の依頼で採取が行われたわ。ちょっと待って。あった。カルデア鍾乳洞の北西区画、洞窟湖のほとりで採取したそうよ。鍾乳洞の北西、洞窟湖ね。手帳にメモしておこう。ただ鍾乳洞の魔獣はかなり手ごわい時、前に採取した時はベテランの遊撃士4人でチームを組んで探索したから。ベテラン4人？確かに大変そうですね。ふん、だったら。というわけでこの男を連れて行きなさい。うっ、ておい、勝手に話を進めるんじゃない。あら、付き合うつもりではないの？いや、それはそうだが。ああ、もうお前と来たな。相変わらずな性格しやがって。そんなに褒めないで。褒めとらん褒めとらん。要するにジンさんも鍾乳洞に付き合っ。ああ、これも何かの縁だろうさ。明日にはオートに向かうから、それまでしか付き合えんがな。それで十分、すっごく助かっちゃうわ。よろしくお願いします。
私も行っちゃダメ。え、分かってるの。足手まといだってことは。でもアガットさん、私をかばってあんなことになっちゃったのに、何もしてあげられないなんて。ティータね、ヨシア、私からもお願い、一緒に連れてってあげよう。仕方ないな。ねえティータ、もう無茶しないってちゃんと約束できるかい？うん、そういうわけなんですけど、ジンさんも構いませんか？ああ、俺は一向に構わんぞ。よろしくな、お嬢ちゃん。はい、よし、そうと決まれば早速鍾乳洞に行きましょう。まずは中央工房の地下からカルデア水道に降りなくちゃね。Thank you.
ルデア鍾乳洞、なんだか神秘的な場所ね。だが奥の方から魔獣の毛、なかなか歯応えがありそうだ。ティータ、怖かったら戻ってもいいんだからね。あんまり無理しちゃダメよ。大丈夫だよ。怖いけど無理はしてないから。とにかく急いでゼムリア苔を取りに行こう。そうね、行くとしますか。確か洞窟湖のほとりに生えている。うん、そう。ちなみに洞窟湖は鍾乳洞の北西方向にあるらしい。うん、位置と方向。戦闘終了、先に進もう。ほう、なかなかの景観じゃないか。うんうん、洞窟の中とは思えないわ。ここが洞窟湖みたいだね。この辺りのどこかにゼムリア苔が生えているはずだ。オッケー。あ、それってその光っているのがゼムリア苔ってやつか。こんなに綺麗な苔だとは思わなかったな。どうして光ってるのかしら。七曜石の成分が大量に含まれているのかもしれないね。早速採取して急いでツァイスに戻ろう。よし、任務完了。それじゃあ町に戻って教区長さんに届けようか。うん。待て。え？あ、気をつけろ。どうやらこの洞窟湖の主らしいな。これは戦うしかなさそうですね。
まだ負けられないのだ。びっくりした。かわいかったけど、なんとか激…でも、もたもたしていたらまた襲ってくるかもしれない。うん、とっとと町に戻った。確かさっき採集した苔を町…うん、急ぎます。戦闘終了。さっ、こんなには…あの…ああ、もちろんだ。奥で調合するから少し待っていてくれたまえ。万物の根源たる必要より性別されし青と金、ここにあり。万物のルテン司る女神の史跡、浄化と活性の融合を成したまえ。さあ、持っていく。これって…ああ、毒の成分を消すのではなく、患者の免疫力を飛躍的に高めて
自然治癒を促すわけだな。ふん、東方の医術と通じるところがありますな。確か漢方だったか。同じ発想と言ってもいいだろう。さあ急いでその薬をと。うん、教区長さん、ありがとうございます。試してみる価値はありそう。さてと、それじゃあの。エイド様。これでいいんだ。え？薬が効き始めたようだな。苦しかったり痛かったりするのは体の機能が復活した証拠だろう。その通りよ。これで神経毒による危険な昏睡状態からは脱したわ。でもアガットさん苦しそう。まあ丸一日くらいは苦しむことになるでしょうね。でも大丈夫、それを過ぎれば完治するはずよ。おかしいな、確かここにタオルの替えが。
わざわざすまんな、見送りなんぞさせちまって。このくらい当然よ、いろいろお世話になっちゃったし。ジンさんはこのまま定期船でオートに直行ですか？ああ、どうしても外せない用事があってな。そうでなければ俺も誘拐事件の調査に付き合わせてもらうんだが。すまんな、お嬢ちゃん。とんでもないですよ。いろいろと助けてもらったし、本当にありがとうございました。そう言ってくれると助かるぜ。オート方面行き、ご利用の方。おっと、そろそろ出発のようだな。それじゃあな、機会があったらまた会おうや。そういえば、ジンさんっていつまでリベールにいるの？はっきりとは分からんが、女王生誕祭まではいると思うぞ。あ、だったらまた会えるかもしれない。その時はよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。ギルドに行こうか。例の飛行艇のことについて何か分かったかもしれないし。うん、王国軍から情報が入ってるといいんだけど。あ、ティータはどうする？あ、私アガットさんの看病をしようと思うの。まだ目を覚ましていないから、なんだか放っておけなくて。ティータ、分かった。博士のことは私たちに任せておいて。ごめんね、お姉ちゃんたちに迷惑ばっかりかけちゃって。もうこの子ってば、変な遠慮するんじゃないわよ。人って意識がなくても誰かがそばについているだけで、アガットさんのこと頼んだよ。本当にあの子ってばけなげっていうかいじらしいよね。あんな不愛想な不良男なんかにそこまで優しくすることないのに。まあまあ思うんだけど、君とアガットさん割と性格が似。はあ？あんな不愛想な男とどこが似てる？すぐに突っ走るところとか、お人よしすぎるところとか。アガットさん言葉はきついけど相手を思いやってのことが多いからね。多分ティータもそれが分かっている。なんか納得いかないけど、まあいいや。とりあえずギルドに行って話を。あいつが動けるようになるまでにいろいろ調べて自慢してやるんだから。うん、そうだね。キリカさん、おはよう。おはようございます。おはよう、二人とも。ジンはもう出発した？はい、先ほど定期船でオートの方に。キリカさんも見送りに行けばよかったのに。そういえばキリカさんとジンさんってどういう知り合い？昔ちょっとね。それはともかく、妙な雲行きになってきたわ。あー、ごまかしたって。妙な雲行き？例の飛行艇について何か分かったんですか？いえ、全く。妙な雲行きというのは王国軍の動きについてよ。まず軍の司令部があるレイストン要塞に連絡しても何の返事も返ってこない。次に各地に敷かれていた検問が昨夜のうちに解除されてしまった。え？それってどういうこと？また空賊事件の時みたいに縄張り争いでもするつもりなの？いや、それだったら検問を解除するのはおかしい。自分たちで捕まえたのなら素直にそう連絡するはずだし。確かに妙な雲行きになりましたね。ちなみにレイストン要塞の情報部とも連絡が取れないわ。もしかしたら王国軍内部で何か事件が起こったのかも。何かって、
あ、ひょっとしてドロシーが取ったあの親衛隊に変装していた黒装束の男たちの写真だね。呼びました。あ、ドロシー。噂をすれば影ですね。いやー参っちゃったよ。編集部に連絡したらちょうどナイアル先輩がいてね、観光クォーツを王国軍に渡したことを話したらものすごくひどいよね。そうで、観光クォーツってまだ返してもらってないんだ。ひどいと思わない？せっかくレイストン要塞まで返してもらいに行ったのにな。うわぁ、あんたも根性あるわね。それだけが私の取り柄だし、仕方ないから雑誌掲載用に要塞の写真を撮ってきちゃった。月明かりでライトアップされてすっごく可愛く撮れたんだよ。ん？要塞を可愛く撮ってもね。それに許可なしに軍事施設を撮影したらまずいんじゃ。まあまあ固いこと言いこなし。ほら見て見て、さっき現像したばかりなの。へえ、確かに綺麗に撮れていますね。これがレイストン要塞か。ほんとドロシーってカメラの腕は大したもんよね。おるる、どうしたのエステル。気のせいかもしれないけど右上の方に何か映ってない？え、本当だ。確かにかすかだけど小さな影が映っているわね。エステルちゃんよく気がついたね。私撮ってたのに全然気づかない。それほどでも。シルエットしか映ってないけどやっぱり軍。いや、これは警備艇じゃない。これはあの時の飛行艇だ。あの時博士をさらった飛行艇と同じシルエットなわけね。はい、博士をさらっ、ちょっと待ってよ。どうしてあの時の船がこんなところに映ってるわけ？ここって確か王国軍の本拠地なんでしょ？落ち着いてエステル。いろいろな可能性が考えられるけど、まだ結論を出すのは早すぎると思う。ここは僕たちも直接レイストン要塞に行って事情。え？なるほど、揺さぶるつもりね。まずいでしょうか？いいえ、許可するわ。こちらは危うく死者を出すところだった。どんな事情があるにせよ、舐められるわけにはいかない。へえ、キリカさん、目がマジなんですけど。でも、確かにそうよね。ドロシー、この写真、私たちに一枚くれない？うん、いいよ。エステルちゃんたちには色々と世話になっちゃったし、ありがとう。オンに着るわ。レイストン要塞に行くなら東口からリッター街道に出なさい。リッター街道の途中のサンサラを北に向かえばくれぐれも慎重に。ダジャ。了解しました。